無言館は戦争美術館でも平和記念館でもない、20代の若々しい自己主張が見られる青春記念館でもあることを忘れてはならない。無言館の主役は戦争ではなく、あくまでも彼らの作品そのものである。異例の美術館である以上に、彼らの作品そのものの魅力、不思議な生命力そのものを感じ取ってほしいというのが我々美術館スタッフの願いである。以上、無言館、久保島館長のメッセージです。
を深く森川太郎さんをご紹介します。森川さん。